政府が1914年から1918年まであったサントアドレスのイムブルド・ユハイエル・ド・ブロケビル。亡命政府は第一次世界大戦のドイツによるベルギー占領中に亡命政府を樹立したシャルルド・ブロケビル率いる連続する二つのベルギー政権を言う。1914年10月以降来たフランスのルアーブルに拠点を置いた。第一次ド・ブロケビル政権として知られる。 最初の政権は、1911年に選出されたカトリック党政権であり、1918年6月1日まで続く第二次ドブロケビル政権に発展して、社会党と自由党が加わる1916年まで続いた。1914年11月にドイツがベルギー領の大部分を占領下に置いており、ベルギー本土のうち亡命政府が支配していた領域は、 イゼル戦線の15にあたる領域のみである。2014年10月、ルアーブルでの100周年祭1914年10月、政府はフランスの沿岸都市ルアーブルに移動した。サントアドレス郊外に位置する1911年に、フランス人実業家ジョルジュ・ド・ユファイエルにより建てられた大きなイムブルド・ユファイエルに作られた。 サントアドレスの全域は今も防御物の上にベルギーの国民食をあしらっているがベルギーの残りの地域が占領されている間一時的な行政センターとしてフランス政府からベルギーに対応されたこの地域には相当数の亡命ベルギー人がいてベルギーの切手さえ使われたアルベール一世は国を去ることは王としてふさわしくないとみなし ルアーブルの政府には合流しなかった。その代わりに、まだ占領されていない、ベルギー領の最後の区画のイゼル戦線のちょうど、後方のフランドル地方のブルヌに職員を置いた、ド・ブロケビル政権の構成である。フラミンガント詩人、ルネド・クレルクは1916年に、フランドル地方の窮地を忘れたと政府を攻撃する、アーン・ライファン・ヘイブルと題する詩を発表した。ありがとうございます。